だからそのね、内部がね、勝手に作り変えられることがあるよって言ってるんだけどね。ってことは、次元が違っちゃうってことね。そういうの、内部が変わると次元違っちゃうんだよ。これがトンネル理論。ね。でもね、それでもそういう哲学的にそんなに負けまいとするのは、それは大の真実よ。じゃあどういうことかと、哲学的に負けなければ、精神病にはなりません。ということだけ。ということだけでも大きいでしょ、その精神病なんて困るでしょ。だから大の真実は、しっかり鍛えること。それには、一種類のことしか勉強して、で強くしたらあかんねん。ありとあらゆる、白学狂気、白乱狂気、しかも、いろんな一つの物事に対する、両方の立場があったら、どっちも通用したらあかん。どっちも理解できなあかん。どっちの立場も、わかるな、わかる、それもそうだなって言えなあかんねん。しかも、めっちゃ広い。ありとあらゆる業界、ありとあらゆる職業技術、ありとあらゆる趣味、全部に通用したらあかん。それが大脳進出を鍛えるってことだし、大脳進出は実はそれに耐えうるねん。それだけの機能を持ってんねん。それをすれば負けへん。若い頃は負けるかもしれない。幼い頃なんか絶対負けるでしょ、大脳進出なんてという話やねん。生まれるたびに毎回ピンチやねん。大脳進出は面白い物語でしょ。これって生きるってすごい、人生ってすごいと思ったでしょ。大人になるってめっちゃすごい、長老になりたい、それならって頑張ってすっげえ長老になりたいって思ったやろ。そうやねんと人間ちゃうんでしょ。じゃあ結局なんか変なことが起きても負けへんねん。な、究極倒されへんねん。いっぺん負けてもいつか勝てるねん。それぐらい若い頃から、幼い頃から大脳にいっぱい努力させたらいいねん。ありとあらゆることについて遊んでもしゃあないねん。勉強するためにあんねん、大脳。で、鉄は熱いうちに出てって言われるように、幼い頃、若い頃の方が、大脳は鍛えられやすいよ、簡単に。大脳はもう一回言って遊ぶためにあるんちゃうねん、大脳は。勉強するためにあんねん、大脳は。大脳進出は。じゃあ、それ以前の部分は遊ぶためにあるっていうふうに、大脳進出は別に評価しても構わへんよ。そういう表現を取ってくれても構わへんよ、内部については。上手に言えたでしょ。だってそうなんだもん。だって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 そうなんだもん。影響はあるようやろ。